かけ。うわはい、ナチョスです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はですね、はい、西村が、TikTok でやってる野球の誇張モノマネを、まあ、何個か披露したいと思いますので、はい、じゃあそれでは早速いきますか。はい。小笠原選手が本当に、ホームランを打っている、打球を打っているところ、ここだと思いますか？本当は違います。小笠原選手のホームランの打ち方、いきます。ミートポイントが違うみたいですよ。ガム噛んで。はいはいはい。ああ、似てるね。あ、ここで打った。本当ここだったんだ、みんな。ありがとうございます。では、ラミレス選手のモノマネお願いします。どうぞ。ねえ、こうやって構える人でしたよ。ルーティン。あー、ここで打った。ここで打つんですね、ラミレス選手は。次、巨人の亀井選手。はい、ここで打ちました。亀井は多分分かんなかったかな。それでは顔モノマネ。顔モノマネ。急に顔。一球見逃した後サインを確認する、内川誠一選手。1球見逃してサインを確認します。あっしゃい、中継似てる。膝、右膝がついちゃった。そうそう。はい、M になりました。塩をノールックで。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあまあそうだな。じゃあ1人目行こう。遠投えって言ってるじゃん。だって遠投天使よし、1人目くれ。自信ある人。じゃあ、はい、最後豊橋ボーイズの岡部監督。監督お願いします。遠投マックスどれくらい。60m 以上。じゃあ85、80、OK。 皆さん見える位置に行きましたか。健信くん遠投どれくらいですか。いや、多分60はいくと思います。あ、いいねいいね。じゃあ80目指して頑張って。1投目は田原道スポーツ少年団の豊橋ボーイズの岡部監督。あ、いいねいいね。岡部監督、監督、豊橋ボーイズ。え、どこまで。監督の挑戦、どうぞ。すごい、芝生まで行って。ちょっと流れちゃったな。いいですか。いいよ。うわー、おー、えぐい。さあどうだ。伸びてる伸びてる。なんか転がったところ。ボールがない。落下してんじゃなくて転がったところ。ボールが転がった。それではここで結果を残せるかどうか。3投目いきましょう。お願いします。おさあ、そうか。まだ、こうやってどこだ、どこだ、どこだ。そうかの記録、そこそこ。スタンドインすると宣言しておりました。スタンドインしますよ。まだ頑張ります。マジでいきます。最後やっぱね、これ入れてもらいたいですね。かっこよく決めましょう。みんなでじゃあちょっと応援しましょうか。応援してあげよう。サブロー、はい、サブロー、サブロー、サブロー、いけー、行ったかも、行ったかも、え、サブロー、サブロー、行ったかも、行ったかも、え、うわー、行った、うわー、行った、すげえすげえすげえ。えぐい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 。ダブルの記録スタンドインです。ありがとう。すげえな。すげえ嬉しいよ。さあ、祭りのさんも決めましたか。ね、いるやん。
ピッチしてるバッチャやってもらって、その中で選ぶから。あ、なるほどね。武藤さんも、武藤さんも決めました。僕の場合はですね、去年僕にレフトオーバーを打たれて泣いて帰った子がいます。あのサウスポーをね、今日なんか球速がめっちゃ速かったみたいなんで。成長してます。あれから1年経って手挙げて、手挙げて、手挙げて、はい、おい、去年男の子ひなたくんっていう子に投げてもらったんですけど、僕詰まってセカンドゴロでめっちゃ悔しかったんで、今回は女性のさゆりちゃん。来て来て、さゆりちゃん。ありがとう、さゆりちゃん。僕はこの子に投げてもらいます。小学校5年生で、はいはいはい、さっきスピードガンは89。野球、野球ね、野球ね。去年俺が指名させていただいた新大くんが今年スピードガンコンテスト1位になって帰ってきてるんで。そうなんですよ。え、ちょっと今年も戦ってもいいんですかね。新大、新大くん。はい、新大くんお願いします。2年連続。女の子でピッチャーやってる子とかいますか。まのかさん。はい、はい、1年間僕のことを忘れられなかったみたいなんで、りょうくんお願いします。ね、1年間ね、悔しくて向こうに打たれて去年から眠れなかったんだよね。はい、ルマンズいます。あと、ゆうともいいですか。ゆうとも。そうですね。あー、じゃあ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 軟式高校野球で、今軟式野球やってます。で、ずっと小学校からサードコーチャーやんな。はい。でも、野球楽しくてずっと YouTube に出始めたらね、はい、人気になっちゃって、人気になっちゃって、はい、ここまで来ることができましたので、はい、誰かちょっと補欠の高校球場をぶっ倒したい人。はいはいはい。お前人気やな。静まれ。背番号17番。愛知県警。なんだ愛知県警って。この子、俺のこのバッティンググローブ盗んできます。そういうことね。はい。僕勝ったらお母さん許可もらってるんで愛知県警送ります。負けたらあげろよ。負けたらあげろ、お前。あげます。県警、やるぞ。今回5人いるんで、はい、どうしましょうか。5打数、2安打で僕らの勝ちにします。野呂さんいきます。そうですよね。じゃあ、1本何かがホームラン打ったら僕らの勝ちにしましょう。ああ、そう、いいですね、それ、はい。1本ホームラン打つか、はい、5打数3安打。はい。で、それ以外はもう、少年たちの勝利ということで。勝利ということで。はい。じゃあ、これでいきたいと思いますんで。いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。どうです、倒す自信はありますか。はい、チバチに行ってリラックスして投げて頑張ってください。はい、応援してます。はい。さあ、昨年はね、向こうさんしか打てなかったということで、バッターはサブロー君、バッターはサブロー君。さあ、ヒット、これは今のはレフトフライ。どうでした。早かったです、早かったです、いいところですよ。確かにナイスピッチング、ナイスピッチ。ピッチャーじゃないみたいですよ。でもこれを機にもうピッチャーを監督に言おう。ナイス。ピッチャーは新大くんです。お願いします。意気込みお願いします。絶対勝つ、抑えちゃって。早い、110キロ出てたもんね。アレックス・ラミレス選手。アレックス・ラミレス選手。ハンクさん。バッターは西村君。バッターは西村君。西村君、バッター。バッターだって、あれのホームラン打つんでしょ。スイング、スイング。あ、よかった、やっと。左で真剣に打ってください。じゃあ、ベーブ・ルースじゃないんですよ。
よく、なんか教科書で見たことあるベーブ・ルースね、これ。切り裂け。きた、うわっ、きた、うわっ、ナイスピッチング。どうだった？バッター楽しかった、はい、いろんなバッター出てきたもんね、はい、めちゃめちゃ球速い、めちゃめちゃ速い、あの2年連続で負けましたありがとう、楽しみに頑張ってください。そう、ゆうたくんに意気込みを。勝つぞ。舞台は整った、舞台は整った、ゆうたライト、ゆうた、さあ、行こうか、みんな、ゆうた、さあ、頑張れ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 、いいなら、これ待って、サケ、うわぁ、はい、おめでとうございます。どうでした？気持ちいい余裕です。余裕だった。来年覚えてろよ。まだあんまりコントロールは良くないけど、頑張って最後まで投げています。そうね、思い切って倒してください。チームが勝利するには、もう祭りのさんか武藤さんのホームランを打つしかありません。バトンの祭りの、さあ行きましょう。さあ、コントロールになるのか。おー、打ち上げた。どうでした、まどかさんの球。いや、いいボールです。めちゃくちゃいいボールでした。大人と対決するのがすごい緊張したけど楽しかったです。おー、ちょっと釣れましょうか。柵越えだけやろ。いや、そろそろ。え、どうだろう。いい面構えしてるね。え、去年で、去年5年生の時に、はい、あの子からレフトオーバーだったね。レフトオーバーって、ショックでもう飯通らなかったらしい。もうこれはゲストチーム後がございます。はい、というわけで去年同様、またしても僕に最後打順が回ってきました。はい、りょうくんね、はい、1年ぶりにもう身長も10センチくらい伸びたらしいんで。この最後、僕がホームラン打つか、レオ君が打ち取るか、この一騎打ちで、うわ、守備よろしくね、うごさん、うごさん、続きます。しゃー、お願いします、応援よろしくします。うごさんのこれ負けたら、待ってですか。いや、待ってとかもう何かあげました。待ってとか何かあげますか。あげますか。向こうの君の攻撃で、4番、3番、向こう君。さあ、一年越しのリベンジ、叶うのか。いいよー、おー、いいとも。ストライク、ストライクですよ、今のは。気合が乗ってる、気合が。一年前とは全く違う球になってますね。いいよ、いいよ、これは投球術もついている。さあ、短期で来るんでしょうか。おお、なんだ、短期で来るんでしょうか。おお、なんだ、なんだ、なんだ。あ、ありありありな、ありな、なんだ、なんだ、なんだ、スライダー、ありな、スリーチ投手みたいなスライダー、いいボール。オッケー、よっしゃ、よっしゃ、いいよ。さあ、ツースリーです。最後の球になるか。さあ、守備飛びますよ。
おい、ナイス。あのアウトコース2球ストレートでスライダーで最後ね真ん中低め、大人の投球術でした。すごい、この1年の成長がやばいです。リベンジできてよかったです。おお、ちょっとりょうくんに拍手お願いします。ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、もう三振取られちゃったんで、なんかなんかあげようかな。ユニフォーム、え、帽子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 、ユニフォームはちょっとね、あ、じゃあまた向こうのシャツプレゼントします。ああ。バッティングのか向こうのシャツ、どっちもです。どっちもです。はい、どっちも欲張りですね、だいぶ。どっちもです。あ、ちょっと子供たちの勝利ということでおめでとうございます。イエーイイエーイ。おーい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。1年間肩壊さず健康にいっぱい食べてよく寝てください。楽しいイベントで成長を見れた。去年より守備が上手くなってたり球が速くなってたりとか、また来年呼んでいただいたら嬉しいです。ありがとうございました。たくさん笑顔を見せてくれたのですごい励みになりました。来年もまた来たいのでみんなもぜひ来てください。ありがとうございました。最初は桜子さんが来る予定で、蓋を開けてみたら僕でがっかりした人もいると思います。ありがとうございます。楽しかったです。みんなありがとう。今年もみんなのね、あの明るい笑顔を見れて本当に嬉しく思います。今日最後ね、三振りょうくんね取られたんで、この悔しさをまた東京に持ち帰ってしっかり練習して、またあのね時間があればみんなのチームにもね家庭訪問みたいな感じで、また、またね僕のチャンネルで、上げれたと思いますので、みんな今日楽しかったか。いや、わからんわ。なんていうかわからんわ。